新型コロナウイルスの感染拡大が続く福岡県に、政府は昨日4度目となる緊急事態宣言の発出を決めました。我々一人一人が改めて自分の意識と行動を見つめ直す、高い緊張感と警戒感を持って感染対策をしていくと、こういうことがこの宣言の実効性を高めると。20日から緊急事態宣言地域に追加されることを受け、福岡県は現在、福岡地域などの飲食店に行っている酒類の提供自粛や営業時間短縮の要請を全域に広げることを決定しました。また、百貨店などの大型商業施設には午後8時までの時短営業とともに、デパ地下などの入場者を繁忙期の半分以下とする対策も要請しました。出て当然だと思いますけど、みんな慣れてしまっているので、仕事が休業でなくなっちゃうんで、生活は苦しくなるかなって感じ。県民には混雑した場所への外出を半減させるよう呼びかけています。